アレクサンドル・ラズトキンは、ロシアの宇宙飛行士である。既婚で二人の子供がいる。彼は1992年3月3日に宇宙飛行士に選ばれ、ソユーズ TM-25 で、フライトエンジニアとして、初めて宇宙飛行した。ラズトキンは、補給船との衝突が起こった時に、ミールに乗っていた。この事故について、彼はステーションから空気が漏れていたのは明白だと、述べている。 ステーションの雑音のために音は聞こえなかったが、気圧の減少は耳で感じられたという。乗組員は安全な場所に避難し、ラズトキン自身は損傷した部分のハッチを締めに向かった。彼はすぐに空気がこれ以上漏れることはないと分かったが、その時起こったことによって彼の手が震えるのが分かった。彼はあまりの恐怖でなぜ手が震えているのか認識できなかったと語っている。 その後すぐに、ステーションは、地球の夜の部分に入り、電力の供給がなくなった。その無音と暗闇の空間は、彼が、それまで経験したことのなかったものだったと語っている。ラズドキンは、地球の表面が、ほの暗く輝いているのを見下ろすと、自分の死すべき運命と、悲惨な状況を深く考えたが、そんなに悪い状況じゃない、自分はまだ生きている。と考えた。 ラズドキンは現在若者に宇宙科学の魅力を伝える手伝いをしている。ありがとうございます。